はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリビジです。では今回はパワープロ2010 A 館内の続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、清宮を口説いて、そして丸岡を口説いて、この西高校に入部してもらいました。あとはですね、何もしてないんですけども、元広島カープのエースプロ転生笹岡も入ってくれているので、戦力がだいぶ充実してきました。でオーダーなんですけども、1番にその大型新人清宮、ただこの清宮ですね、いわゆるプロ転生の日ハムの清宮ではない清宮なんですが、1年生にしてこの能力です。ミートが54で阿部飛を持っているので、この後ですね2年3年と主力選手として活躍してもらうために、1番で1年生ながらレギュラーを張ってもらいたいと思っています。この後ですね、パワーと弾道を上げていこうかなと思っています。でちょっと迷ったんですけども、水沼ですね、ミート高いんですが、水沼を同じ遊撃手なんですが、清宮をレギュラー、水沼は控えと。ただ水沼もったいないので、この後ですねコンバートしようかなと思ってます。なので水沼を外野手にコンバートするために、水沼にはしばらくですね外野の練習をしてもらおうと思ってます。で期待の丸岡なんですが、丸岡ね一塁しか守れないんですよね。で丸岡はさすがに4番の小沼を押しのけるほどの力はまだないので、小沼が4番で、次期一塁手として丸岡は育てていこうと思っています。で笹岡なんですけども、笹岡もねこの後活躍してもらいたいんですが、一旦3年生エースプロ転生小宮山をねエースとして使っていこうかなと思っています。ご覧のオーダーでプレイダウンをしていきましょう。はい、では水沼くんがですねパワーヒッターを取得して、かつ外野も守れるようになりましたので、上山くんと変えます。1年生期待の上山くん、ミート高いんですけども、ここは今年どうしても甲子園に出たいので、7番に一発のある水沼くんで、上山くんは代打に回ってもらいます。練習試合がね控えてますので、そこで早速このオーダーの確認をねしていきたいと思います。まあ、うまくね、ハマってくれたら、本当に強いチームになると思うので、笹岡を鍛えつつ、小宮山でね、しっかりエースの力を見せてもらうと、こういうのがいいかなと思います。では、練習試合です。張り切るボーイ、誰にするかな。まあ、ここは、清宮にしましょうか。まあ、繰り返しになりますけども、この清宮はあの清宮ではないですが、まあ、能力はね、清宮級と思っていいと思うので、しっかりこの清宮を将来の4番として活躍できるように鍛え上げていきます。早速、その清宮ですね。勝浦に1点取られてますけど、まあ、ここは、まだまだ序盤ですからね。練習試合とはいえ勝って、少しでもチームの評判を上げていきましょう。ここはワンアウトランナー2塁1塁か。究極の思考を使うには少し早いですよね。ミートが高くてパワーが低い状態の清宮なんで、流し打ちでいきましょう。これはどうだ、入るんじゃないか。さすがよ清宮、逆転スリーランですね。特段何も指示は出してなかったんですけど、それでもね逆方向にあの打球。清宮、プロ野球の清宮はね、長距離打者のイメージありますけど、ここにいる清宮はそのプロ転生の清宮ではないので、一発はあんまりまだ期待できるパワーは持ってないんですけど、それでも一流打者ので、片鱗を見せてくれた一発です。はい、ゲームの方は10対3で勝ってます。清宮は今日はでスリーランありましたし、あと、タイムリーも打ってくれています。いや、強くなってますね、チーム自体も。清宮、今日5打数2安打4打点。活躍してくれてるね。で、小宮山が
完投したという形です。本当はね、最後笹岡とかリリーフ陣にも投げてもらおうかなと思ったんですけども、ホールドで勝ってしまいましたので、このまま小宮山がね完投したという形です。そして中堅校に昇格、これでどうだろうな、本当に甲子園が見えてきましたね。スカウトシステムはそういう意味だとむちゃくちゃ効率よくチームをね強くできますね。自分のウィークポイント、あとはこういうチームにしたいっていう選手を、まあ、効率よく集めることができるっていうのが大きいし、あとは単純に強い選手を集められるんで、そういう構想がなくてもチーム自体が強く簡単にできそうですね。では甲子園の予選大会進んでいきます。では甲子園予選1回戦ですね。注目選手奥平にしましょう。3番奥平を注目選手に設定。まずは初戦を取って甲子園の階段を一歩ずつ登っていきます。はい、まずは初戦は勝利で勝っています。4対1ですね。小宮山がしっかりゲームを作ってくれて、2点3点以内に収めてくれれば、このチームであれば勝てるかなというふうに思うので、小宮山をね、しっかりケアしながら体力が落ちないように疲れないようにこのまま進めていきます。なのでしっかり休めるところは休みを踏んでいきましょう。では続いて甲子園出場を目指して予選2回戦に入っていきます。では甲子園2回戦です。注目選手は1番清宮にしました。小宮山頼みのチーム投手陣になっているので、小宮山が抑えてくれたら点を取っていくと、そういう状況なんですが、いきなり2点先制点を奪われてますね。まずは点を取り返していきましょう。第9清宮が先頭打者で出てくれて3対3の同点に追いついた。2回の裏ワンアウトランナーが1塁、ここは流し打ちでいきましょう。清宮流し打ちでホームラン打ってくれたイメージが残ってるんで、同じようなね打球を打ってくれればここは進塁打にはなります。これで2アウトランナー二塁という場面ですが、点はちょっと入らなかったですね。で、小宮山のピンチ。ノーアウトランナーが二塁。低め中心で長打を避けましょう。シングルで帰ってこられるっていう可能性もありますけどね。長打は避けて、低めで勝負していきます。ん？持ってかれた。これは大丈夫か？追いつくね。おお、水沼がポロったー。水沼はね、外野にコンバートしたばかりではあるんですけど、今みたいなのはちょっと取ってほしかったかな。じゃあ低めの緩急をつけた変化球でゲッツを狙っていきましょう。ただね、その水沼くんももう外野サブポジっていうよりかは、サブポジからさらに連勝を重ねて外野丸までついてるんで、まあ、しっかりね守ってくれるかなというふうには思ってるので、まあ、さっきのポロリは忘れましょう。さあ点を取っていかないといけないですね。ここは残念ですけど、ボテボテの当たりで1点、勝ち越し許してますね。まあ、まだ1点なんでね、ここを抑えて攻撃で点を取りましょう。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。よし、これはただレフト正面の当たり、いい当たりだったんですけどね。ここは抑えていかないと点差が2点になると苦しくなるから、1点差のまま終盤7、8、9と逆転のチャンスを伺いたい。内角ボール球打った。
これはボテボテの当たり、進塁打にはなりますね。ツーアウトランナーが二塁三塁、ピンチヒッターは津川くん。津川くんの能力値は確認しておきましょう。これ以上の失点はしたくないので。津川くん、弾道が4、パワーがあるな。引っ張ってくる可能性が高そうなので、外角で勝負していきましょう。よし、ズバリ的中した後、ここで同点逆転と追いついていきたいですね。ピッチャー変わってるね。相手も確認します。勝ちたいからね。ここは竹内くん、ストレート131キロ、シュートとサークルチェンジ持ってますね。特段注意しなきゃいけない相手ではない。球も遅いので清宮ここは引っ張っていこう。強振で引っ張り、追い込まれたのでミート打ちに変えて流し打ち、最後は三振か。地方球場の魔物出たね。転がそう。魔物は最強ですよね。やっぱ当ててさえくれればいいので、ミート積極で当てて転がしてもらう。取られ、ただ大丈夫だね。さすがよ、地方球場の魔物、まあ、地方球場に限らず甲子園の魔物になりますけどね。よし、これは入った。奥平の逆転スリーランホームラン。水沼の、淡路の満塁ホームランで、これで試合が決まりましたね。これも持ってった。いやー、小沼の4番の一振りですね。スリーランホームラン。ちょっとね、前半ドキドキしましたけども、最終的には満塁ホームランが出て、スリーランが出て、という形ですね。これは甲子園いけるぞ。奥平のスリーラン、淡路の満塁ホームラン、そして4番小沼にスリーランが出てます。では3回戦です。ここは水沼に期待しましょう。ポロリがあったんですけど、その後はね、無難に守備もこなしてくれていますので、もともと打撃には期待しているので、その水沼くんにね、期待をかけます。さあ、2対2の同点の場面、ツーアウトランナー二塁で清宮。ここはどうしても欲しいので、この6のところお任せって出てると思うんですけど、通常1から5なんですけど、信頼度が高かったりとか、あとは自分の特性が今の状況に合ってたりすると6とか7とかが出るみたいです。今回お任せ、これがね本当にいいのかっていうのはあるんですけど、せっかく6出てるんで清宮に任せてみましょう。頼むぞ清宮。フォアボールで小原くんですね。ここは勝ち越ししたいのでラッキーボーイを使っていきましょう。ここで勝ち越せればよし、フォアボール。そして奥平、強振で引っ張って満塁ホームランを期待したい。打ち上げた。これはキャッチャーぐらいですね。このチャンス取れなかったが、まあチャンスの後にはピンチあり。ただここも緩急重視が6出てるので、緩急重視を使って0点で抑えてもらいましょう。6が出てると安心感あるね。よし、でピンチの後にはチャンスあり。5番高木ですね。ここは送りバントでランナーを進めましょう。確実に得点圏に進めて、松丸くんセンター返し、積極打法、ミート中心でセンター返し。ゲッツーとかっていう場面ではないですからね。そして水沼くんか、強振度使いましょう。セカンドにランナーいますからね。パワーもあるしミート力も高い。
その水まく、ただここは、ライトフライですね。さあ、この回、点取りたいな。まずは熱血を発動しましょう。センター返し。ただここは、サードゴロ。小宮山のところはまだちょっと出せないかな、代打は。このまま小宮山に投げ続けてもらわないと、まあ、笹岡がいるとはいえまだ不安ですからね。さあ清宮だ。ここは清宮の一発に期待したかったですが、セカンドライナーですね。では9回の裏です。持ってかれた。これもサヨナラですからね、点取られると。さあ小宮山、ここをしっかり抑えられるようにまず伝令を出して、変化球中心ゲッツーシフト、なんとかしてここはピンチをしのぎたい。ゲッツーは取れないかな、当たりがボテボテすぎましたね。ワンアウトランナーが二塁。ちょっとヒヤッとしたな。これ引っ張りに来てる可能性があるので外角中心にしましょう。これは追いつけるか、追いつけないか。うわー、やっちまった水沼。痛恨のサヨナラ負け。先行チーム残念ながら。いやー、これは勝てるチームになってたと思うんですけどね。まあ、采配もね、引っ張ってくると思って外角にしたんですけど、まあ、これはしょうがないかな。残念ですけど、小宮山の高校が、ここで終わりですね。では、次回はですね、新チームになってからのプレイ続きをやっていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。